サンシャインシティは東京都豊島区東池袋3丁目に所在する株式会社サンシャインシティが運営する複合商業施設東京高知所跡地を再開発して建設された超高層ビルサンシャイン60を要するサンシャインシティは池袋地区の象徴的役割を果たしている1958年首都圏整備計画に沿って閣議において 東京高知署の移転が決定されるが、東京都の財政難や移転先の幼稚難などから計画の進捗は滞っていた。その後1964年10月に開催される東京オリンピックを控え、池袋の再開発計画も訴状に乗り、副都心計画は民間事業とした上で、自動センターを核として事業を進展させることとなった。また、 事業の推進にあたっては西部百貨店が実務の中心を担うことも決定し、計画の具体化が進められた。1964年1月には、副都心建設を目的とするデベロッパー会社を設立する、北起人会が経済界有史によって結成され、さらに1966年度予算において、5か年計画で国庫債務負担を認められたことを受け、同年10月、 開発母体となる新都市開発センターが設立された。同社の設立にあたっては、堤政治が財界首脳や丸の内の大手企業を訪問し、出資を要請したほか、高知署の移転運動においても堤が軸となり、活動を推進した。また、三菱辞所とともに、西部流通グループが最大の出資者として名を連ねた。1973年7月、 サンシャインシティは建設を着工するが直後にオイルショックに遭遇し、工費が倍増するなど、右与曲折を経ながらも、1978年4月6日にサンシャイン60が竣工し、展望台のオープンとオフィステナントの入居を開始し、約半年後の10月5日にプリムスホテルを除く全館が竣工し、グランドオープンを迎えた。開業当初は、 池袋駅から離れて立地していることから、テナント誘致に苦戦し、サンシャイン60が入居率100%を超えるまでは4年ほどを歳月を要した。サンシャインシティは超高層ビルとしては、展望台の高さ都内一のサンシャイン60を中心に複数のビルや地下街、専門店街で構成される。オフィスや専門店街を中心とする商業施設、 ホテルにとどまらず、水族館、ナンジャタウンといった屋内型テーマパーク、プラネタリウム、劇場などのレジャー施設、コンベンションホール、さらに、サンシャインシティ噴水広場をイベント会場にして、多くのタレントを招致しているほか、マンションまで要する日本初の複合都市施設である。平日は約8万人、休日は約10万人が滞在する。2010年代に入り、 来外者数は増加傾向にあり、2018年度は約3190万人だった。2008年2月から同年3月にかけ、それまでサンシャインシティの筆頭株主で持ち分法適用会社としていた三菱辞書が協業体制の強化を図るべく、サンシャインシティの株式公開買い付けを実施。株の59.59% 59を取得した。これによって、 同年3月25日に三菱地所の連結市会社とされた。また主要株主の一社であった西武鉄道は TOB に応募したため株主を外れている。サンシャインシティはサンシャイン60、プリンスホテル、ワールドインポートマート、文化会館、専門店街、アルパの5つのエリアに分かれており、エリアごとにシンボルカラーが制定されている。エリアごとのシンボルカラーは 館内の案内表示板や地下駐車場内の駐車位置の目印になる柱番号表示などに使用されている。キャッチコピーはなんか面白いことある。サンシャイン60開業35周年の2013年上半期にはおかげさまで35周年が加わった。かつてはセゾングループ構成企業が18層を沈借してサンシャイン62本社を置いていた。 現在もクレディセゾンなど一部の旧グループ企業は引き続きサンシャイン6 2本社を置く。また、西武ライオンズはサンシャインシティに球団事務所を構えていたが、1986年に埼玉県所沢市の西武球場内に移転している。各エリアに様々な施設が入っている。専門店街はアルタとアルパという類似した名称のものが並存している。なお、 祖国は、かつて現、サンシャインシティへの出店を計画していたが、池袋駅から地下道を通す条件がクリアできず出店を断念した。サンシャインシティ敷地内にプリンスホテルにより、サンシャインシティプリンスホテルが1980年に開業。客室総数1166室、定員1945人収容の大型シティホテルである。 2006年3月の西部グループ再編まで、西部鉄道や国土などがプリンスホテルの建物を所有していた中、投資施設はプリンスホテルが直接保有する唯一の物件だった。2007年には2.3階にあった宴会場を閉鎖し、跡地に株式会社プリンスホテルの本社が移転した。2019年に本社がダイヤゲート池袋へ再移転した後は、 研究施設として使用される。また、同じく2007年には、サンシャイン60の59階にあった、本ホテルが運営するレストラン、トリアノン、および本ホテルの1階にあった、メインバー、ウィンザーも閉店し、ウィンザーの後にファミリーマートが入っている。2015年から約4年にわたるリニューアルが行われ、全客室フロアの改装に加え、25階には、 国内外のアニメや漫画を中心にサブカルチャーファンに向けたコンセプトフロア、イキプリー25が2019年4月6日から登場する。これに合わせ、2016年7月15日には1階のロビーラウンジがカフェダイニング、シェフズパレットにリニューアルされ、地下1階のブッフェレストラン、バイエルンからオールデイダイニングの機能を移設された。 文化会館1階のバスターミナルサンシャインシティプリンスホテル、停留所サンシャインシティには文化会館1階及びサンシャインプリンスホテルの2カ所にバスターミナルが設置されている。文化会館1階に設置されたバスターミナルには路線バスやリムジンバス、ツアーバスから転換した高速バスが発着する。またサンシャインシティプリンスホテルには リムジンバスの他各バス会社が運行する高速バスとアイキバスが発着する。それぞれ都内や各地の主要駅、観光地などへ都営バスや各高速バスが国際工業バス及び東京空港交通が羽田空港、成田空港へ向かうリムジンバスを発着させている。敷地内ではないが南側の道路を挟んだアウルタワー前に国際工業バスの サンシャインシティ南停留所が存在し、地霊7系統へごた二股駅が発着する。東池袋中央公園西側の通称、乙女ロード上には周遊バス愛帰バスのサンシャインシティ西停留所が設置され、豊島区役所、春座池袋、池袋駅行きが発着する。上記の他にバスツアーや団体観光バスの乗降場、バス待機所、バス駐車場として使用されている。 バスツアーの例として、国際工業トラベルが、浦和レッツが、埼玉スタジアム2002で主催試合を開催する、場合に再行する、ヒアウィー号の例が挙げられる。都営バス、池86系統は、1990年に一旦、乗り入れを中止したが2018年4月より、再度乗り入れるようになった。その他1982年まで、池65系統が発着していた。なお、 山田電機日本総本店、シャトルバスが2009年の開店当初から運行されて、いたが2012年2月末で廃止された。ありがとうございます。